台風11号の最新情報です。台風11号、9時の観測に基づく最新の予報です。10時現在の推定位置ですけれども、宮古島の北北西160キロの海上、そこから1時間25キロの速さで北に進んでいると解析されています。中心気圧は950ヘクトパスカル、引き続き大型で強い勢力となっています。台風は今夜9時には非常に強い勢力へと、さらにやや強まる予想となります。中心付近の気圧945ヘクトパスカル、最大風速45メートル、最大瞬間風速60メートルで、さらに5日月曜日、明日の朝9時にかけて、中心気圧は935ヘクトパスカルまで深まる予想です。最大風速も45メートル、最大瞬間も65メートルまで上がる予想となっています。台風はその後、北東方向に徐々に進路を変え、九州北部、西の海上へと進みます。6日火曜日、9時には対馬近海、ここで、再び強い勢力というところまで、弱まっていきつつ、次第に温帯低気圧に変わりながら日本海西部を北上、7日水曜日には沿海州付近で温帯低気圧にすでになっているといった予想となります。現在の周辺の雨雲の状況なんですけれども、台風の中心よりも南側や東側離れたところでより発達した雲が観測されています。ということで、沖縄本島や先島方面はまだまだ暴風雨のピークとなっている状況です。今後も引き続き十分な最大限の警戒が必要な状況となります。当面最も風が強い、猛烈な風のリスクのある時間帯という意味では、今日のお昼過ぎぐらいまで、先島方面ということになりますけれども、その後も、瞬間で25メートルを超えるような外出危険レベルの、風や雨、といった意味でいきますと、先島諸島方面でも明日の早朝まで、沖縄本島方面では明日の昼前まで継続する予想となっています。波も非常に高く猛烈なしけ、明日にかけても続きますので、引き続き最大限の警戒をお願いいたします。予報センターから台風11号の最新情報でした。